鋭敏なサービスエリアの超高速充電器からおはようございます。いや、こんにちはかな。久々っすね、なんかこの下り。ここ奥に1、ここが超高速、そして3個目あるんですよ。鋭敏なです。いいっすね。僕車乗るの久々すぎて1ヶ月ぶりぐらいなんですよ。だからあの充電器とこの充電器とあの充電器と、あれ超高速ってどれだったっけなと思って。でも、あ、新電源だ、新電源って多分あれだ、これが超高速だみたいな。でバッテリー全然ありありなんでね、充電する必要なかったんですけど、トイレ休憩です。で今もう牛丼ライトしか食えないんで牛丼ライト食います。ほら、みんな大好きおじいちゃん、おじいちゃんと一緒に GoTo トラベル&GoTo イート、 GoTo イートはやらない、 GoTo トラベルで箱根の旅小屋に2泊。ここはどうなる？あ、ここは多分ないと思います。先生はもう老人とは思えない、うなぎを食ってる。で僕は牛丼ライトです。これほら豆腐になってるやつ、痩せますよ。これを30日3食食う。ありました、旅小屋。もうすごい超山道なんですよ。街灯もない。あったー、明るいね、明るいね、いいね。旅小屋なんかちょっと落ち着いた色の旅小屋ですね。箱根何店、箱根、うん、よくわからない店。ここの旅小屋暗くてわかんないですけど、目の前が全部芝生なんですよ。僕全国旅小屋結構行ってるんですけど、これはね、ここはね、雰囲気がめっちゃいいんですよ。朝まためっちゃいい雰囲気お伝えしますんで。これ見えます？芝生。朝また楽しみにしててください。来ました、夢にまで見た GoTo トラベルの旅小屋、イエーイ。しかもこの旅小屋ってもう政府に届けを出してるんで、旅行サイト使わなくてもそのままでいいんですって。行って直接、または電話して直接宿でもう半額にしてくれる。これは素晴らしい。わかります？暗くてわかんないんですけど、外が緑芝生で、あそこに見えないんですけどベンチがあるんですよ。でここ珍しく、全国の旅小屋で珍しく平屋なんです。ちょっと先生、撮影中なんで邪魔しないでください。どこ行くんですか？ハンカチなくしたとか言ってます。ローソンで買い出し中です。地域共通クーポンもらったんでそれ使わないと。そうか、箱根だからか。第三新東京市が箱根にあるんですか？そんな感じですね。で僕は減量中なんで食べれるものが極端に制限されてるんですよ。でこの近くにスキヤがないんで、炭水化物がなくて腹にたまるものを買います。まあ日本人なら味噌汁でしょ、野菜の豚汁でしょ、赤だしね。有明山の有明海、何これ、糖質ゼロで41キロカロリー10個食える、10個、これもいいじゃん。お、無限に食えるな、無限に食えるぞ、106カロリー、何でもいけるぞ、何でもいけるぞ。これ余ったら持って帰ろう。やべえ、5000円超えるな。先生よろしくお願いします。まあ、皆さん秘密ですけど、こんな土平日になんでわざわざ旅小屋箱根店来たか知ってます？今日あと4時間ぐらいでおじいの誕生日なんですよ。ちょっと祝ってやろうかなと思って。いや俺って優しい、優しすぎる、天国行けちゃうなこれ。そしてこちら減量食、私のダイエット食です。見てください、炭水化物は一切なしで、カロリーが全部わかるんで、これからですね、怒涛の勢いでアプリを作ります。ダイエット用の食べたものの管理アプリ、カロリーの計算アプリを。腹減ったな、腹減ったな。さっき吉野じゃねえわ、スキヤ食ってたでしょ。スキヤで食ってて、あれからちょうど4時間ですよ。だいたいあれが325キロカロリーだったんですって。僕の体だいたい何を食べてもですね、何を食べてもっていうか、その牛丼ライト食べると4時間ぐらいでもう限界迎えちゃうみたいです。限界だ。で4時間朝9時に食べて、1時に食べて、5時に食べて、9時に食べてっていうと、1、2、3、4、5回でしょ。5回食べたとしてもあれ300キロカロリーですから、350×1500 でしょ、1500キロカロリー。1日基礎代謝が2500キロカロリーでプラス1000キロカロリー消費じゃない、うん、消費でいいのか。運動したとして3500引く1500だと2000キロカロリー、3日でやっぱり 0.8 キロぐらい痩せちゃう計算ですね。持てばの話ですけどね。さあとなると、ここら辺は選んでだいたい300キロカロリーになるように計算してやっていきたいと思います。シリが何か言ってる。まあどのカテゴリーっていうや、もうダイエットカテゴリーだよね。シリ頼むよ。どう、私にはどうお答えすればいいのか分かりません。
まあ分かってた。他にお手伝いできることはありませんか。いやまああえて頼むっていうと、まあ、僕をね、僕が頑張るんでこう応援してほしい。応援してくれる？いける？できる？すみません。よくわかりません。やっぱりね、そう来るっていうのは俺は分かってた。さあ、というわけでアプリを作ります今から。